青い海の上を渡るパイヌカジ、海は息をしてゆったりと膨らんで、丸い波の中、丸い腹の中に平和の目という命を宿らせる。やがて丸い腹はきらめきながら、サンゴ礁に砕けて散ってしまう。でもパイヌカジは吹くことをやめない。宿った命が実る日はきっと来る。戦争は急に始まるんじゃない。満州事変から15年間も日本は戦争を続けてきたんです。その間に知らないうちに国のために天皇のために死ぬことが一番立派なことだと本気で信じる。人間に作り変えられていたんです。そういう危険を今の人はわからない。危険はもう目の前にやってきています。このまま行ったら前と同じことに、戦争はそろそろとやってきます。知らず知らずのうちに鳴らされてゆく。慣れきったとき気がついてももう遅い。私たちがそうだったんです。二度と私の過ちを繰り返してはいけない。海の上を渡るパイヌカジ、海は息をしてゆったりと膨らんで、丸い波の中、丸い腹の中に平和の目という命を宿らせる。やがて丸い腹はきらめきながら、サンゴ礁に砕けて散ってしまう。でもパイヌカジは吹くことをやめない。宿った命が実る日はきっと来る。